に上記の内容を機に2000字の日本語記事を作成しました。ののの、おめでとうで終わってはいけない、核廃絶への挑戦と若い世代の取り組み。2023年、日本原水爆被害者団体協議会、以下、日本被団協、がノーベル平和賞を受賞した。このニュースは日本だけでなく、世界中に大きな影響を与えた。しかし、 東京に住む一人の若者、佐藤勝さん23歳は、おめでとうで終わってはいけないと強調する。彼は、一橋大学の大学院で学びながら、オンライン被爆証言会を企画、運営する活動を続けている。その目的は、核の脅威がいまだ現実の問題であることを若い世代に伝えることだ。被爆者の声を若い世代へ届ける挑戦。 佐藤さんは宮城県仙台市の出身、高校2年生の時、平岡隆、元広島市長の著書を読んだことをきっかけに、原爆問題に深い関心を抱いた。被爆者の話を直接聞いてみたい、という思いから広島市立大学に進学し、学生時代には広島平和記念資料館で遺品整理のボランティアを行った。その中で、50人以上の被爆者と対話を重ね、 彼らの体験や思いを直接聞き取った彼らが証言する姿に感銘を受ける一方で体調や高齢化が原因で証言活動を続けられなくなる人々も少なくない現実を知った被爆者が直接会場に足を運べなくてもインターネットを使えば話を届けられるこの発想から佐藤さんは2023年11月 被爆者と若い世代をつなぐつどいをオンラインで始めた。この活動を通じて彼は核廃絶への新たなアプローチを模索している。オンライン証言会の広がりこのオンライン証言会の対象は35歳未満の若者だが年齢制限を設けず誰でも参加できるようにしている。活動開始から現在までに延べ約200人が参加した。参加者の中には 被爆体験を初めて聞いた人や、この活動をきっかけに広島を訪れた人もいる。佐藤さんは、核の問題を話題にすることに抵抗を感じる若者は多いと話す。しかし、対話の場を提供することで少しずつその壁を取り払う努力を続けているという。若者たちの反応と課題、オンライン証言会での被爆者との対話時間では、 参加者の中には黙ったままで終わる若者もいる。佐藤さんは、核の話は政治的な問題として捉えられがちだが、それは私たちの日常生活や未来にも深く関わる問題だと訴える。また、彼は、ノーベル平和賞受賞をきっかけに関心が高まる今こそ、核廃絶に向けた行動を起こすべき時だと強調する。普段は核問題に無関心な友人たちからも、 ニュースを見たよという連絡があったことに彼は希望を感じているという。被爆者の思いを受け継ぐ重要性ノーベル平和賞受賞決定のニュースが報じられた際佐藤さんの頭に浮かんだのはこれまで証言活動を行ってきた被爆者の顔だった直接話を聞ける機会があるのは今のうちだけだ被爆者の思いを受け継ぐことがいずれ大きな力になると語る。 核廃絶への未来、日本被団協の受賞は、核兵器廃絶を求める活動が国際社会に認められた大きな成果だ。しかしか佐藤さん